さあシュガーコールです。これ答えなきゃダメですよ。関西はガッツポーズ、シュガーは痛んでいるか。もう一回ダイハード関西狙いますね。狙っていきますね。さあトップロープにかけた、自らも背中を向けてトップロープに座った。尾崎選手と飛鳥選手は下いますが、これ入るともう、さあ飛鳥がカットに行けるか。ダイハード関西準備万端。ダイハード関西炸裂。カウントミックス15分49秒。いやーでもあの技何年ぶりだろう。もうそんなに経ってない、ほんと何年ぶりですよ。マスコミの皆さん、そしてこの会場に来ているファンの皆さん、今から言うことをよく聞いてください。ダイナマイト関西はこれから全場のリングには上がりません。そして JWT やめました。自分のために生きるポリシーを持ってできるこのリングガイアにやってきました。いろいろな覚悟を持ってこのリングにやってきました。分かってくれますよね、お客さん。分かってくれますよね。分かってください。ゲッター、よろしくお願いします。はい、ダイナマイト関西がやってしまいました。まあこれから全部出てくるってことですよね。まあ、ちょっと勘違いする人がいるかもしれないですけど、ほら、尾崎選手が帰ってるということは、まあ、別に平成世代組むとかね、クラスと組むとかいうことではなく、